こんにちは、ベルンの竹内です。今回は夏のマストアイテム、ポロシャツの間違いない選び方、かっこいい着こなし方についてお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。毎日暑さが続いて、すっかり夏の装いになっている方いらっしゃると思います。夏のカジュアルウェアで言いますと、私はまずリネンシャツをあげたいですけれども、もう一つ私があげたいのは、これをなくして夏のおしゃれを楽しむことはできないというアイテムがあります。それがズバリポロシャツです。ポロシャツはもうすでに国民服になっているぐらい多くの方が着ているアイテムです。だからこそポロシャツを本当にかっこよく着こなしている方っていうのは意外と多くはありません。なので今回はポロシャツの間違いない選び方、そして正しい着こなし方についてお話ししていきたいと思います。この動画最後までご覧いただけたら、ポロシャツの間違いない選び方、そして正しい着こなし方についてわかる内容になっておりますので、興味のある方は最後までご覧いただけたら幸いです。このようにこのチャンネルではメンズファッションをかっこよく着こなしたいという方に向けて発信しておりますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速お話ししていきたいと思います。今回は項目を5つに分けてご説明していきたいと思います。今回はその並びの順番で、まずは選んではいけないもの、そしてその次に私がおすすめするこういうものを選びましょう、そのような流れでご説明していきたいと思います。まず1つ目ですけれども、ポロシャツのお色についてです。白、グレー、黒のようなシンプルなお色のものは選ばない方がいいということです。いきなり何を言うんだと思われる方いらっしゃるかもしれないですけれども、まずポロシャツというのは元々をたどりますとスポーツウェアです。元々はポロシャツという名前の通り、ポロ競技をする人たちが着ていたお洋服です。元々はスポーツウェアだったものは今は街着、タウンユースとして使われるようになっています。つまりどういうことかと言いますと、スポーティーさを残しすぎてしまうとおしゃれに着るアイテムではなくなってしまうということです。白、グレー、黒というようなシンプルな色だからこそ華やかさがなくなり、スポーティーさが残ってしまいます。だからこそ私はポロシャツは色で遊んでいただきたいと思っています。こちらが私が持っているグレーのポロシャツになりますけれども、このようなシンプルなポロシャツよりはこのような色がついている方が街で着る上では映えます。なので洋服はシックにシンプルにモノトーンに楽しみたいというお方でしたら、白、グレー、黒で選んでいただいても結構ですけれども、そうではなく装いを楽しみたい、自然体なおしゃれを楽しみたいというお方でしたら、私はぜひ色付きのものを選んでいただきたいと思います。続いて2つ目ですけれども、下に合わせるパンツについてです。カジュアルなパンツは合わせない方がいいということです。カジュアルなパンツの代表格で言いますと、デニムやチノパンが挙げられます。こちらが私の私物のデニムになりますけれども、ポロシャツのコーディネートで最も多い合わせ方としては、ズバリジーンズに白やグレーのモノトーンのポロシャツを合わせる、このようなコーディネートが私は最も多いコーディネートだと思います。この合わせで思い浮かぶのはザ・休日のパパという印象ではないでしょうか。はい、実際に着てみました。こういう方街にたくさんいると思います。これが白のポロシャツという方もいるでしょうし、まあ、白、グレー、黒、そのようなモノトーンのポロシャツにジーンズやチノパンを合わせるというコーディネート、このコーディネートは私からすると普通すぎて、このコーディネートをかっこよく着こなせる人というのはハリウッドスターのような、その人自身の魅力が溢れ出てる人がかっこよく着こなせるコーディネートだと思っています。有名な写真ですけれども、白い T シャツにジーンズを履いて足を組んでいる白洲二郎さんであったり、 T シャツ1枚にジーンズでバイクに乗っているスティーブ・マックイーン、そのようにその人自身の魅力があるからこそかっこよく着こなせるコーディネートというものはたくさんありますので、私はまだその域まで全然達していないので、まだこういう普通なおしゃれは手を出さないようにしています。私は常に洋服のコーディネートは足し算と引き算で考えています。ドレッシーになっていく方を足し算だとすると、カジュアルに下がっていく方を引き算だと考えます。そう考えますと、このようなポロシャツを選んだ時点ですでにカジュアルに引き算をしていることになります。そこからさらにジーンズを選ぶと、さらに引き算をしてしまいます。そして行ってしまうと、その足元にサンダルであったりとかスニーカーなんていうのを合わせてしまったら、そこからさらに引き下がってしまって、もうこれはワンマイルウェアでしょというぐらいカジュアルなコーディネートになり下がってしまいます。
なので私は一つカジュアルなアイテムを選んだ時は他のアイテムは足し算をしてなるべく上品さを残してコーディネートを組み立てるというのを常に考えています。そのように考えるとポロシャツというカジュアルなアイテムなんですけれども他のアイテムの合わせ方次第で上品な大人のコーディネートに仕上がりますのでポロシャツを選んだ時はジーンズであったりとかチノパンそのようなアイテムは決して合わせないことをお勧めします。あとはもう一つカジュアルなパンツという部類で今流行っているもので言いますとジョガーパンツですとか例えばジャージ素材のようなカジュアルなパンツのことも挙げられます。そのようなものにポロシャツを合わせてしまいますとまさにザ・体育教師のようなイメージになりますね。なのでジーンズにポロシャツ合わせると休日のパパそしてジョガーパンツにポロシャツ合わせると体育教師のようなイメージになってしまいますのでそれが悪いわけではないんですけれどももう少し私は上品に大人のゆとりのあるおしゃれを楽しんでいただきたいと思っています。下に合わせるものとすればズバリスラックス・トラウザーズです。まあ、スラックスやトラウザーズと聞いてスーツの下を履くのそんなの考えられないよというふうに思う方いらっしゃるかもしれないですけれども私が言いたいスラックスやトラウザーズっていうのはそういうものではなくもっとカジュアルな素材のものです。こちらはコットン素材のトラウザーズになります。これはまさに春秋に合わせるときにとてもいいです。そしてこれからの季節であれば間違いなくこれが活躍するでしょう。リネンのスラックスです。このようにカジュアルなアイテムだからこそ下を上品なアイテムを合わせるだけでコーディネートがグッと引き上がりますのでぜひそのような合わせ方を楽しんでいただければと思います。続いて3つ目ですけれどもこれも私の動画をご覧いただいている方ではもう定番のお話になってきてしまいます。化学繊維のポロシャツのものは絶対に避けていただきたいです。私の中ではポロシャツといえば綿 100% が絶対です。ですけれども昨今は速乾性洗えるシワにならないというような理由でポリエステル素材やナイロン素材のポロシャツっていうのもたくさん出回ってきています。これを私はなぜおすすめしたくないのかと言いますと先ほどもお話ししましたようにポロシャツというカジュアルなアイテムに対してより利便性を求めた化学繊維の素材を入れてしまうととことんカジュアルになってしまいます。そこまで行ってしまうともはやおしゃれとしての服ではなく作業着という立場に変わってしまいます。私は化学素材のポロシャツは絶対にダメと言いましたけれども例外があります。それは一日中営業として暑い夏歩き回るようなお仕事の方そういうお方であればもう汗をぐっしょりかいてしまいます。綿のポロシャツであればぐっしょり汗まみれになってしまってむしろ室内に入った時にそれが冷えてしまって風邪をひいてしまったり体調を崩したりそのようなことにもなりかねませんので一日中歩き回るような営業の方もしくは外で何か作業をするような方そういうお方でしたら私はそういうのを選んでもいいと思いますというのをお話ししたいと思います。ですが改めて言いますけれどもタウンユースとしておしゃれとして着たいと思っている方は絶対に化学繊維のものは避けていただきたいです。選ぶべきものは綿 100% のポロシャツです。ではここで一つお話ししておきたいんですけれどもポロシャツ綿 100% というふうに素材を言いましたけれどもポロシャツといえば代表的な作り方が2つあります。まず1つ目はザ・ポロシャツ。世の中の 95% のポロシャツがそうではないかというものになりますけれどもこちらのカノコという折り方の生地です。カノコのポロシャツは言ってしまうとポロシャツの元祖のようなものなのでもうこの形を超えるものは今後出てくることはないと言われるぐらいこれがポロシャツの始まりです。カノコというのは生地の折り方なんですけれども生地を凹凸にすることによって肌にベタッとくっつかないそれでいて凹凸がある分風を通りやすくするというようなまさにアナログな思考でスポーツウェアを考えた時の発想です。そしてもう一つがこちらのニット素材のポロシャツニットポロです。私はポロシャツが大好きなんですけれどもこのカノコの素材よりも私は個人的にニットポロの方が大好きです。ニットポロっていうのはあまり馴染みがない方いらっしゃると思いますけれども代表的なブランドで言いますとイギリスのジョンスメドレーというブランドがニットポロを作っています。ですが私この度ニットポロがあまりにも大好きすぎてしまって世の中のニットポロをたくさん買い集めてはいたんですけれども私の中でここがもうちょっとこうだったらいいのになというようにこれだというアイテムがなかなか見つかりませんでした。なので私はこの度ついにベルのオリジナルでニットポロを作ってしまいましたので
10秒ほどちょっとご説明させてください。はい、このようなラインナップになっています。これは完全オリジナルで、糸の織り方まで全て完全にオリジナルで作ったものです。相当こだわりが詰まっています。ニットポロというととても上品でかっこいいんですけれども、欠点としましては生地が繊細であまりヘビーに使うことができないというところが挙げられます。なので私はニットポロの上品さを残しながら綿 100% で糸を強粘、強く寄り上げていく。強粘ということは私の動画何度かご覧いただいている方は、あ、強粘しねとお気づきだと思いますけれども、生地の耐久性というのは強く寄り上げることによってより生地が強くなっていきます。生地を柔らかく仕上げるのは反対に雨寄りと言いますけれども、それをニットポロという上品な雰囲気を残しながら強く寄り上げていくことによって独特な風合いのニットポロを私が作りました。そしてこのお色味見ていただいても分かると思いますけれども、私は最初はイメージとしては定番の色も含めて5色かなと考えていました。シンプルな白に近いようなものも含めてネイビーであったり、その辺も考えて5色ぐらいかなと思っていたんですけれども、糸色の染色のサンプルを見てるうちに、なんて綺麗な色なんだろうと思って、気がついたら定番色を全部無視して6色も作ってしまいました。ではここで実際に着てみたいと思います。実際に着てみるとこのような印象になります。ポロシャツ1枚ですけれども、なぜかカジュアルな雰囲気があまり感じられないと思います。このニットポロの素晴らしいところは、カジュアルなポロシャツというアイテムなのにもかかわらずとても上品な雰囲気がするというのが、私がとてもニットポロをおすすめしたいポイントです。そして下は白のリネンのスラックスを合わせています。このコーディネートだけでも成立してしまうんですけれども、夏は冬と比べてアイテムが減ります。それはどういうことかというと、冬はたくさんのアイテム、もうたくさんの武器を持っている状態です。もうこの剣が錆びててもこの剣が鋭いというように、コートやマフラーや手袋、いろいろなアイテムで分散をしておしゃれをすることができましたけれども、夏のおしゃれというのはこの武器一つで戦いに出るというようなものだと思っていただきたいです。なのでこの一つ一つのアイテムを研ぎ澄ませていかなくてはコーディネートが完成しません。そこで私がこの夏のポロシャツのコーディネートをもうワンランク引き上げるおしゃれな合わせ方ということで、一つおすすめしたいアイテムがあります。それが何かと言いますと、こちらです。スカーフまたはアスコットタイです。これを首元にひっそりと巻くだけでぐっと格段におしゃれになります。実際に中に入れてみるとこのような印象になります。スカーフと聞いて水木一郎さんのようなイメージを浮かんだ方いらっしゃるかもしれないですけれども、そうではなくてひっそりと首の中にしまうというようなイメージです。このように首元にワンポイント入れるだけで全体のコーディネートがかなり引き締まります。このようなアイテムをおしゃれに着るポイントとしては、ズバリこのアイテムをおしゃれとして着てるというふうに着るのではなく、夏は暑いからこのシルクが汗を吸ってくれるんですよというように、あくまでこれは機能として楽しんでますというのを意識することが私はとても大事だと思っています。これは別のアイテムになりますけれども、カーディガンを肩にかけるプロデューサー巻きというのがありますけれども、そのプロデューサー巻きというのを朝から出てくる時に、よし今日はこういう巻き方で完璧にできたよしって行くのではなく、そのまま朝は着てきて、お昼になっていや暑くなってきましたねとさっと無造作にかける、あ、暑いから脱いじゃったんですよというぐらい自然な着方の方が私はかっこいいと思います。なので計算していろいろ考えた結果こうやってきましたというのではなく、あくまで気候であったり天気、そういうのに合わせて選んできたものですよという雰囲気を私はぜひ楽しんでいただけたらと思います。お色もシンプルな色でもなく、ビビッドなカラーでもなく、曖昧な中間色、なんとも言えない色ですね。なんとなくどことなくフランスの雰囲気も感じながら、イギリスの田舎の雰囲気も感じながら、いい色だなぁと私は自画自賛なんですけれども、これが完成した時にこれを見て感動していました。はい、ではまた話が本編に戻りまして、次は4つ目の項目をお話ししたいと思います。4つ目はロゴ入りのポロシャツに気をつけていただきたいということです。この話は昨年のポロシャツの動画でもお話ししましたけれども、私はここに入っていい動物は唯一ワニだけと思っています。ズバリラコステです。ですがラコステ一択というと、その他の派閥の人たちが、傘はダメなのかよ、
馬に乗ってるやつはダメなのかよ、ペンギンはダメなのかよと、いろんなマークをいろいろと、これはもうダメなのか、あれもダメなのかと言ってくる方いらっしゃるんですけども、これは私一個人の意見だと思っていただきたいです。クラシックファッションを愛する方はポロシャツはラコステオンリーと決めています。ですので他のマークや動物には振り向きもせずに突き進んでラコステを楽しんでいただきたいと思います。私はカノコのポロシャツとこちらのニットポロ、どのように着分けをしているかと言いますと、こちらのカノコのポロシャツはよりアウトドアな時に着ていくイメージです。なのでキャンプであったりとかバーベキュー、何かスポーツをする時、そのような時はこちらのカノコのポロシャツを着ます。それに対してこちらのニットポロというのはやはり街に着ていくアイテムになりますので、そのように考えるとこの2つのアイテムは着るシーンが全く変わるので、ぜひそのように使い分けていただければと思います。それでは最後の5つ目ですけれども、次は足元についてです。ポロシャツに合わせる靴はスニーカーはなるべく避けましょうということです。これも理由は簡単で、私のコーディネートを組み立てる足し算引き算の計算の仕方になりますけれども、ポロシャツというカジュアルなアイテムを持ってきて、そしてデニム、そこにハイテクスニーカー、例えばアディダスであったりとかナイキ、ニューバランス、そのようなコーディネートを合わせてしまうと、そのままジョギングに行けそうなぐらいスポーティーなコーディネートが仕上がります。私がポロシャツを着た場合に足元何をおすすめしたいのかと言いますと、ズバリローファーです。上をカジュアルなポロシャツを合わせて、下をリネンやコットンのスラックスを合わせる、そして足元をローファーで締める、そのように上をカジュアルにして下をドレッシーな雰囲気で仕上げるというコーディネートは、パッと見るとカジュアルなコーディネートに見えますけれども、全体の雰囲気としてはとてもドレッシーに上品な仕上がりになりますので、私はポロシャツに合わせる靴はスニーカーではなくローファーをおすすめします。それでもどうしてもスニーカーを合わせたいということでしたら、私の中ではズバリローテクのスニーカーを合わせていただきたいです。ローテクスニーカーといえばズバリコンバースであったりジャーマントレーナー、スペルガ、そのようなローテクですね、昔のアナログな作り方で作られているスニーカーのことをローテクスニーカーと言いますけれども、そのローテクスニーカーの中で私は上品な雰囲気を残している靴としてはズバリスペルガをおすすめします。もうあらゆる動画でスペルガをおすすめしているので、スペルガ親善大使になるのではないかというぐらい私はスペルガとても好きで皆様におすすめしたいです。そしてもしスペルガを買われるんでしたら、色は一択白だけです。他の色もたくさんありますけれども、私はスペルガは白一択で十分だと思います。カジュアルなアイテムだからこそ色を白にして上品な雰囲気を表現する、ローテクスニーカーの場合はそのように考えていただければと思います。以上の5つとプラスアルファを押さえていただけたら、ポロシャツ1枚でかっこいいコーディネートができるようになりますので、ぜひご参考にしていただけたら幸いです。以上です。この動画が面白かった、ためになったという方はグッドボタン、あとはチャンネル登録もお願いいたします。あと私のホームページの中でザ・ブックというコラムを書いておりまして、そのコラムの中で私の洋服に対する考え方であったり、歴史から基づいた洋服のあり方などについて詳しく書いておりますので、洋服のことをもっと詳しく知りたいという方は概要欄に貼っておきますのでご覧いただけたら幸いです。あとは日々ブログやツイッターも更新しておりますので、そちらもぜひご覧いただけたら幸いです。今日の私のコーディネートは最近完成したこちらの3ピーススーツで組み立てました。色味はブルーグレーで、素材はウールモヘアリネンという珍しい三者混の生地です。このような色が主役のスーツを着た場合は、私はワントーンコーディネートで楽しむことが多いです。シャツはサックスブルー、そしてネクタイもスカイブルー、このように全て同色で合わせて素材感を少しだけ変える、そのようにすることでこのワントーンコーデがグッと引き締まります。靴までブルーやネイビーにしてしまうとおかしくなってしまいますので、足元は少し明るめのブラウン、私の大好きなサイドエラスティックレイジーマンで今日は合わせました。それではまたアップいたしますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。